どうもこんにちは。C コンパイラーを作るの続きを今日もやっていきます。前回でスイッチケースの方の実装が終わったので、今回はvoidの対応をしていこうと思います。で、まずコードからですね、見ていこうと思います。コードの方は、これ前回やったスイッチケースですね。ここの下にあって、あった。@void タイプというのがあるので、こいつを見ていきます。あら、2つ開いたぞ。はい。で、@void タイプは何をしてるかなんですが、見ていく前に、void は、変数の戻り値としての void しか、セルフコンパイルするだけだったら必要がないはずなので、小難しい実装があれば、まあ、それはせずに、イントとかキャラのエイリアスとしてボイドがありますよっていうくらいの、実装に収めておきたいなと思います。はい。特殊なことはない気はしてるんですけど、わかんない。で、タイプの一つにボイドがありますよっていうのを一個定義してます。で、ボイドタイプっていうのを作ってるんですけど、私の実装にはこれないので、まあ、無視でいいでしょう。で、タイプを見るところで、ボイドも追加されてますね。ボイドだったら、ボイドタイプっていうのを返してっていうのをやるということをしてます。で、あとは、テストがこれで、トークナイズでボイドが追加されてると。で、タイプ C というのに、ボイドタイプがあって、中身がこれなので、キャラと一緒なのかな、実態としては。なんかそんな感じですね。で、ボイドだったら、なんかボイドポインターなんちゃらとか出てるけど、まあこれはいいのかな、無視で。はい。という感じで、キャラの別名みたいな実装なのかな。はい。まあ、なので、サクッとやっちゃいましょう。サクッと。まずテストを書いておこう。テストを書きます。ボイドのテスト、ボイド。アサート。もうこれはなんかテストのしようがないというか、なので、これでいいかな。まあ、ボイドの A っていうのも一応作れて、こいつが、いいか、これで。10の A みたいなね。はい。まあ、これは良くないと思うんだけど、これはダメだね。あんまり良くないね。一応使えないってことになってるんで、やめておきましょう。はい。テストボイド。で、まあ、ボイドのここの定義がちゃんと読み込めれば、コンパイルが通るはずなので、まあ、それだけでいいでしょうということで。コンパイルが通れば OK。ということにしておきます。make テストをすると、インバリットデファインと出るので、インバリットデファインはどこで出てんのって言うと、パースで出てますね。あ、インバリットデファイン、ここか。リードタイプで落ちてる感じですね。今のところ。リードタイプ、インバリットデファイン、デフがなければか。はい。で、デフを作ってるところ、リード。まあ、いいか。いや、一応読むか。後で読めばいいか。ちょっと後で読みます。まずは、トークナイズの方に、ボイドの定義というか、予約語ですよというのを入れておいてあげます。ボイドと。はい。これでメイクテストでどうなる？取っちゃったな。取りましたね。通っちゃったんですけど、なんで通ったかを見ていこう。はい。なんで、リードデファインですね、多分ね。リードデファインで、デファイン返してる。で、こいつが空で返ってるってことですね。で、リードデファイン tk アイデントを読む。read define ident find タグ、あ、find タグか。ああ、そういうことか。そうか、ident なんで、これが、find タグしてるから、タイプデフの時のやつですね、これがね。書いとこう。タイプデフの定義を見て、何かあるかどうか探すと。で、なければストラクトじゃないかということで、ストラクトの定義を探しに行ってると。で、それでもなければ enum じゃないかということで、enum の定義を探しに行くと。で、そうでなければ、tk タイプがあるはずなんで、int or どんどんどんと。いうことで、プリミティブな型を探しに行きます。で、tk タイプで取ってるから、トークナイズの tk タイプで取るんで、イントかキャラかボイドっていうので、ここで引っかかると。で、取れてきたタイプトークがヌルじゃなければ、取れてれば下に来ると。で、tk タイプトークの、文字と、キャラを比較してるので、is キャラではないので、ボイドだから。だから、イントになるんですね、これね。そうですね。ボイドはイントのエリアスということになってるっぽい。暫定。多分これでいいはずなんですけど、セルフコンパイルするだけだったらね。まあこれでいいか。はい、はい。ということで、やった、ボイドできたぞ。ボイドができました。よし、よしよしと。OK。OK にしとこう。はい。多分、ボイド周りはこれで全て終わりのはずですね。で、モジュ列中のエスケープ文字っていうのをちょっと調べたんですけど、テスト C に知らぬ間に書いてて、なんかうまく動いてるんですよね。これ、ここに NN とか入れると、テストとどさっと NN で出てくれる N マーク N がちゃんと開業文字として処理されるので、何が起きてるのかちょっとよくわかんないんですけど、うまくいってるっていうことで、ちょっと一旦こいつはオプショナルの方に移動しておきます。ちょっとよくわかんないけど。はい。で、あとは、可変値引きとサイズオブと、インクルードと型のネストですね。で、インクルードと型のネストについてちょこっと来週以降やるので話をしておこうと思います。まず、インクルードの方はちゃんとやる気はないんですが、インクルードですね。インクルードで何をしてるかっていうのを、どっかのサイトで見てきたんですよ。勉強したんですね。で、何をしてるかっていうと、どこだっけかな。ls のユーザーリブユーザーリブユーザーソースだっけ、ユーザーインクルードだ。あ、あったあった。 stdio.h とかはこのユーザーインクルードの中にあるファイルを読むので、インクルードなんちゃらっていうのが書いてあった場合は、まずはローカル、その自分のファイルがある場所を見るんですけど、そこにいなければここを見に行って同名のファイルを探すってことをすればいいみたい。で、この中身っていうのはプロトタイプ宣言だけが入ってる。あ、ビューないのか。まあなんか小難しい感じでプロトタイプ宣言があって、こいつを本当に読もうとすると、マクロとかも使わなきゃいけない、実装しなきゃいけないので、これはちょっと難しすぎるので、やめておきつつ、で実態はどこだっつうと、libc っていう libca だっけやつがどっかにあるんですよ。libca っていうのがどこだか忘れちゃったな。ユーザーの中にあるはず。ユーザーリブ X なんちゃらみたいな、これかな。あ、こんなかっぽいな。libc、あったあったあった。これ。こいつ。libca っていうのが、どうやら、プリント F とかの実態が入ってるやつなんで、これ A ファイルなんで、ガシャンコできるのかな？なんかこいつを取り込んであげればいいみたいなんですが、まあちょっと試して、最終試して、うまくいったらそれに変えますけど、そうじゃなければ、まあ、前回言った通り、CC の力を借りて、この FuncC を FuncO に変えてるみたいなことをやれるときに、このスタンダード IO とかスタンダードリブっていうのの中身も取ってきてるので、これでまああらかたっていうかまあ全部のインクルードの解決をしちゃったものにプリント F とか、CR6 とか入ってるんで、そいつと今回のソースコードっていうのを合わせればできる何かができるはずなんで、そのやり方でいこうという考えです。というのがインクルード。あ、これはちょっと後で。で、型のネストですね。型のネストは考え方としては簡単なんですよ。私の中では一応これでいいんじゃないかというふうに思ってるんですけど、例えばストラクトの定義のところ、ストラクトの定義のところで tk ストラクトだっけ、はい、tk ストラクトの定義のところでtk アイデントが聞いたらファインドタグをしてるんですけど、そもそもストラクトなんちゃらっていうのがタイプデフで、このストラクトの定義の前に出てきてる時ですね。よいしょ。ストラクトのこの時にストラクト A っていうのが読み込めるんですけど、そもそもファインドタグしてもストラクト A っていうのがないぞっていうことで、ファインドタグの中でエラーになるんですけど、その場合はファインドタグの中でエラーにしないで、タグを返してるんで、このタグを作って中身が空っていうものを作って返す。で、本定義が来たらこのタグが取れるはずなんで、そのタグを取ってきて、でその中の、型ですね、型情報をここら辺で作ってるはずなん、タグを作るところですね。アットタグだっけ？あ、プッシュタグか。プッシュタグの中身みたいなことを、このもうすでに登録済みのタグに対してやってあげると、あら不思議で、定義が出てきたときに、その前に、宣言したところはすげ替わるっていうことに、ポインターだとなるはずなので、そういう形にすると、おそらくうまくいくという、目論見でおります。で、必ずポインターとかになるので、定義の前のものっていうのはポインターかプロトタイプ宣言なので、その中身に言及するっていうのはできないので、そのストラクト A の、この段階で A のなんか A のネクストみたいなことは絶対できないはずなんで、ポインターとかであればその中身じゃなくてそのポインターとして扱えば別に挙動としては問題ない動きになるはずなので、まあそれで大丈夫だろうという形ですね。はい。なのでまあ登録探した時になければダミーで1個作っといて、プッシュする時にもう1回探してそこを埋めるということをするというようなことをしてあげればいいはず。で、サイズオブはちょっとわからんという感じなんで、これは頑張る感じですね。で、改変値引数は直すと。ソースコードの方を直すというので、うまいことやると。で、あと初期化式がどこまでできてるのか分かんないけど、やるっていう感じで次回以降やっていこうと思います。ということで今回は以上、次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。